僕の通う甲南学園大学には怪しい伝説がある。4号校舎の1階奥13番目の教室には薬草にまみれた変わり者の教授が住み着き、日々不思議な実験を繰り広げているという。教授の名は大石光太郎。そんな大石教授に目をつけられた僕たちは、活動停止中だった薬草同好会を復活させてしまう。第何代目かわからない会長になったのは僕、薬学部1年清水大輔。部員は超恋愛体質のお嬢様で料理上手な人文学部1年宮坂幸子、同じく人文学部の1年底知れぬ知識を秘めた奥園智子。宮坂さんは彼女のことを魔女と呼ぶんだけど、僕から見たら違った意味で2人とも魔女だよね。そんな僕らが偶然に集まってから早数ヶ月、今日も大石教授の待つ部室のドアを開けてしまうのでした。世の中に人の来るこそうるさけれ、とはいうもののお前のことではなし。世の中に人の来るこそうれしけれ、とはいうもののお前のことではなし。こっちは腫れ物のほかに利尿をむくみ鼻血かで、これが腫れ物と擦り傷、切り傷、打ち身、扁桃炎。何悩んでんの？あのね、腫れ物とかニキビに効く薬草はないかなって。つまんない。びっくりさせようと思ったのに全然普通。そうだって。つまんないの。あー、びっくりした。私にはびっくりしないで、魔女ちゃんにはびっくりするんだ。それって飽きられたってこと？あー、そんなんじゃないよ。おとぎりそう？うん、最近腫れ物っていうかポチッとしたのが出てくるからさ。それで腫れ物に効きそうな薬草の資料。大輔くんの腫れ物は食べ過ぎが原因でしょ。しかも脂っこいのばっかり。やっぱそうなのかな。今日のお昼も唐揚げ弁当だし。ほら、やっぱり。で、何個？唐揚げ弁当は何個？いつまでも若いと思ってると死ぬよ。そういうおっかないセリフは先生に言ってあげてよ。
うん、何言ってくれるって？食べ過ぎんなって話です。あ、どうもすいません。気をつけますね。なんだそれ、ちょっと見せて見せて。ほう、面白い薬草を引っ張り出してきたね。そうなんですか？腫れ物で調べてたら目に留まったんです。おとぎり草だね。おとぎり草か、おとぎり草属。全国の日当たりのいい丘や原野、原っぱなどに生える。8月から10月頃に果実をつけたままの地上部を採取して日干しにしたものが生薬の生蓮形になる。効能は扁桃炎、咳、打ち身、生理不順、それに擦り傷、切り傷、腫れ物、虫刺されだな。生蓮形 10g から 20g を3カップの水で煎じたものを傷や腫れ物に塗るといい。はい先生、それより食べ過ぎを注意してくださいよ。うん、この植物には若干の曰くがあってな。それは平安時代のことだ。この薬草が鷹の傷を治すことを知っていた鷹匠がいたんだけれども、ずっとそのことを秘密にしていた。それがある日、その鷹匠の弟がその秘密を自分の恋人に話してしまったんだ。そのことを知った鷹匠の兄は怒ってその弟を切り殺してしまった。その日からその植物はおとぎり草と呼ばれるようになった。弟を切る草と書いておとぎり草。嫌な話っすね。使いたくなくなっちゃったな。腫れ物だったら、あ、大箱を使ってみたらどうだ。うん、これだったら全国で採取できるし、採取できる期間も4月から9月と長い。それに腫れ物に役立てるには、うん、葉っぱを生のまま火で炙ってそれを揉んで患部に貼り付けるだけだ。もう簡単そうっすね。うん、後で薬草園で見てみるといいよ。葉っぱが大きいからすぐに分かる。あ、なんせ大きい葉っぱの子と書くぐらいだからな。大きな葉っぱの子か。おとぎり草に大箱、みんなそれぞれちゃんと名前に理由があるんだね。うん、君たちの名前だってそれぞれ理由があるだろ。それと一緒だよ。私の幸子って名前普通すぎじゃない？あだ名も幸子だし、みんなは名前のままのあだ名じゃないでしょ？いや、俺も大輔のままだよ。私も孝太郎だな。いや、呼びやすいから仕方ないだろう。あなたは？魔女でしょ？そうじゃなくて、ちっちゃい頃の。奥園さんは奥園さんだよ。何それ。こそこそ言われてたのならある。まさか魔女？サラ。サラ？なんか可愛いニックネームだね。うん、こそこそ言われてたっていうからもっとひどい名前かと思った。まあいろいろあるんだろう。それにしても魔女はひどいな。いい機会だからちょっと話しておこうか。君たちのように森や林の植物から知恵を授かって人々の病気を治せるようになった人が過去にもたくさんいたんだ。中世のヨーロッパにもね。ところがその時代は不幸な時代でね、薬草の知恵を持つ多くの女性は魔女狩りに遭い、魔女裁判にかけられ、森の知恵とともにその命を失ってしまった。魔女狩り？そう、君たちと同じような知恵を持った人がだ。薬草に触れたものとしてはあまり使ってほしくない名前だな。はい。よし、じゃあこの重苦しい空気を吹き飛ばすために外に出かけるか。はい。はい。Thank you.
赤目頭、東大草加、腫れ物、胃潰瘍に効果が期待できる。雑木林や川辺にごく普通に見かける落葉樹で、雌雄異株。6月ごろ黄色い小花をつける。葉は先端が3つに浅く裂けた卵型で、若葉の頃には赤みを帯びるのでこの名がある。なるほど。雌雄異株ってことは胃腸と一緒だよね。よく覚えてるね、奥園さん。この手菓子はヒノキ科、強壮、腸出血、下痢に効果が期待できる。中国原産の常緑樹、庭木として栽培される。葉が垂直に上下に立つようになり、裏表の区別がない。雌雄同株、花は春に咲くが目立たない。夏にヒノキに似た休暇ができる。なんかこれひじきに似てない？田舎のおじいちゃん家にこれがあった。八重口なし、赤根科、腫れ物、打撲、腰痛などに効果が期待できる。私さ、最近よく腰が痛くなるんだよね。奥園さん、図書室で本読みすぎなんじゃない？ねえ、さっきまで二人で何やってたの？うん、大箱見てきたから、その話。大箱は地面にペタッと育つ植物だから、会長下向きすぎちゃって首つかれたんだって。そんなこと言ってないじゃないですか。いや、言われてみるとそうかな。なんで分かったんですか？分かるんだよ、私ぐらいになると。うわー、偉そうね。まあ疲れちゃった会長のために、今度はみんなに見上げてもらおうか。見上げる？そう、あれ木ですよね。うん、クスノキだ。クスノキ？今日はクスノキについてお話しいたします。この写真はクスノキ科植物のクスノキです。日本では関東南部から九州にかけて広く分布する常緑の高木です。樟脳の原料となる精油成分を含むため、独特の芳香があって防虫効果に優れ、
巨木になることもしばしばで、神聖な木としてお寺や神社の境内などにもよく植えられています。材質も良いので仏像などにも利用されます。生薬名は生木といい、衣類などの防虫剤として有名で、昔の人はクスノキの葉を袋に詰めてタンスなどに入れておいたそうです。精油主成分の樟脳以外にもシネオール、ピネン、サフロールなどの精油成分を含み、比較的低温で抽出した精油成分を変能油といい、防虫剤に用います。樟脳は血行促進作用や鎮痛作用、消炎作用などがあるために、主に外用医薬品の成分として使用されています。また人形や衣服の防虫剤、防腐剤としても使用されています。樟脳は皮膚から容易に吸収され、清涼感と局部麻酔用作用があるので、筋肉痛、挫傷、打撲、捻挫、第一度の凍傷、凍瘡、皮膚瘡様症に対して局所刺激、血行の改善、消炎、鎮痛、鎮痒の目的で概要されます。樟木って入浴剤にもなるんですよね。落ち葉でも集めて日干しにすれば1回分の入浴剤にはなるだろう。はい。ああ、それからこれは奥園さん向きの豆知識、クスノキの名前。この由来はまだはっきりとはしないんだけど、クス式やクス式木から来たと言われてる。クス式っていうのは薬師如来の薬師に木、クス式木というのは奇跡が起きるの木に木と書く。クス式、薬師如来は手に薬壺を持ってる。うん、だから昔の人もクスノキの持つ薬効や香りの効果なんていうものをしっかりとしてたんだろうな。そんな名前がついてるぐらいだから。薬効そのものよりも伝えられてきた時間の長さに驚くな。薬を求める思いっていうのは今よりも強かったのかもね。うん、そうだね。今は薬も買えるし病院もあるから、普段僕らは考えない。だから伝えていかなくちゃいけないんだ。薬草に限らず様々な知識というものをな。思い出した、吉田健康が書いてますよね。お、つれづれ草だな。良きとも三つあり、一つにはモノクルルとも、二つにはクスシ、三つには知恵あるとも。二人ってそういうところ同じセンスしてるよね。なんかすごいコンビ。本当感心しちゃうよ。奥園さん、なんか分かったら教えてね。うん、面白そうなテーマが見つかってよかったね、サラちゃん。よし、それじゃ戻って実習にしますか。もうお腹空いたの？うん、唐揚げ弁当3つも食べて。うん、ごぼうだ。知り合いの農家さんからな、きんぴらで一杯やってくださいって美味しそうなのもらったんだよ。きんぴらか、天ぷらもいいですよね、ごぼう天。また油物ばっかり。女の子にとっては食物繊維よね、便秘とかね。さすが身近な野菜のことはみんなよく知ってるね。でもこれを薬草としてみるともっとすごいんだよ。よし、始めよう。生薬名はごぼう子。そういえば前にもやったな。糖尿病について抜けてる。ああ、それは根の部分のイヌリンじゃないかな。血糖のコントロールに役立つ成分だったと思うから。そうだね。じゃあ利尿作用と血糖値を下げる働きがあるっていうのは各自でチェックしておいてね。
どうだ、ごぼうってすごいだろう。根の部分にしか付き合いがなかったっていうのが悔しいですね。薬草っていうか植物ってすごいね、本当に。ところが根の部分を食べるのはほとんど日本だけだ。まあ葉っぱの方はヨーロッパではサラダにしたりするらしいけどな。葉っぱって牛に似てます？いや、ハート型だ。まあ心臓の形っていうのが一般的な表現だけどな。ハートか。ごぼうの子が牛っていう字だから。不思議じゃない？植物なのに動物の名前がついてるね。ごめん、それわからない。え、サラちゃんわかんないの？図書館がお城の奥園さんでもわからないことがあるんだね。ごぼうの子、牛っていう字はだね、もともと昔の中国では大きな木につけられた文字らしいんだ。で、ごぼうの棒っていうのは棒というごぼうに似た植物があって、ごぼうが棒より大きいから子がついてごぼうになったな。さあ、そこまで分かったところで今すぐごぼう紙ができるわけではないので、以前作っておいたごぼう紙で早速煎じ薬を作ってみよう。はい。ごぼうについてまとめてみたいと思います。ごぼうに含まれる主な成分、脂肪油、リグナン、リグナン配糖体、フェノール配糖体、多糖類、イヌリン、キシランなど。薬効は腫れ物、喉の痛み、利尿、むくみ、神経痛、関節炎、便秘、糖尿病です。ごぼうをもっと世界に教えたい。使用法、可能性の腫れ物や喉の痛みにはごぼう紙1日量5から8グラムを200ミリリットルの水で半量まで煎じて3回に分けて食感に飲む。不思議な味だね。うん、不思議。そうだね。油っぽいものの食い過ぎから来る腫れ物や出来物ではなく、可能するような腫れ物の場合にはこれがいいとされてるんだ。大輔くんの腫れ物は食べ過ぎをやめれば治るんだからね。はい。とはいうものの、会長、根の部分があんなに残ってるんですけど。はい、天ぷらでお願いします。ですよね。ああ、私がそういうこと言う。いや、怒られた。天ぷら多いっすよね。いや、お前の分はないぞ。あんまりあんだよ。うん、私一人で食べる。あ、大輔くん、今日は？今日は僕も帰るよ。本当？久しぶりに一緒に帰れるね。うん。サラちゃんも一緒に帰ろうよ。どうしたの、サラちゃん？ねえ、そう呼ばないでくれるかな。どうして？すごく可愛い名前じゃない。その名前嫌いなの。え？それ転校してきた時につけられた嫌な名前だから。奥園さん？転校してきたばっかりって、おとなしくしてなきゃいけないんだよね。私、気になったことはすぐに知りたいの。だから、授業中でもいつでも先生に質問ばっかりして。初めは先生にも感心されてたんだけど、でも先生もだんだん面倒くさそうになっちゃって、それでその空気がクラスのみんなにも広まって、そしたらいつの間にか一人になってたんだもん。それからはずっと教科書に落書きされたり、ノートや体操服を破られたり、上履きを捨てられたりして、
でもそんなこと家じゃ言えないから家族にもいっぱい嘘ついて、なんだかんだ言い訳しながらいつも新しいのを買ってもらって、だからいつも私の持ち物は何かが新品で。それでサラなのか。まっさらのサラ。でも前にいた学校じゃいつだって質問してよかったんだよ。私は何も変わってないのに。そんなことが口からこぼれているのに、私はどこか冷静で、この話を二人にずっと聞いてほしかったんだと思っていました。じゃあともちゃんでいいじゃん。それだと三人揃ってベッタベタのあだ名ね。いいじゃん普通だって。さ、そうと決まればともちゃん行くよ。え、やだ、何とぼけてんの。学校の帰りは友達と買い食いっていうのがお決まりでしょ。お小遣いはそのためにあるのよ。物知りのくせにそんなことも知らないの。ね、行こう。今日は図書館パスでいいっしょ。あ、たこ焼きってだ。賛成、私美味しい店知ってる。あ、でもあそこは確か、うん、ともちゃん好みの大阪風の店。なんで大阪生まれって行ったことあったっけ。そんくらいわかるよ、私たちくらいになると。じゃあともちゃん行こっか。あ、でも図書館今日返さなきゃいけないのがあるんだ。そう、じゃあ待ってるね。うん、学校の中で一人ぼっちになった時、逃げ込むことができる最高の場所は多分図書館だろう。でもあれほど静かにしなくちゃいけない場所で叫びたい気持ちを抱えた彼女はどんな時間を過ごしたのか。図書館は彼女のお城なんかじゃなかったんだ。薬草は奇跡の薬でもなきゃ魔法の薬でもない。優しくゆっくりと長い時間をかけて効いてくる薬だ。僕たちが続けてきたバカバカしくも時折真面目な同好会活動が彼女の何かを癒したのだとしたら、僕たちが持っていた成分って何だったのかな。とりあえず今日のところは3人がいつまでも並んで歩いていける薬草が欲しいです。今日はおとぎり草に大箱、クスノキ、それにごぼう、それぞれの驚きの効能と名前が持つ理由を知ることができました。以上、短いけど今日は急ぐからふふふ。